こんばんは。今日はこのジャック・ダニエルさんで、ちょっとあと残りちょっとなんですけど、ちょっといろいろ試してみたいと思います。ちょっとやりたかった飲み方のちょっとあったの、すいません。これあともうほんとちょっとしかないですね。やばいですね。あのバニラアイスにこれをかけるとあの美味しいというあの激アツコメントをいただいたので、ちょっとおおそれもやってみたいんですけど、ちょっとハイボールもね、その飲んでみたくて、これでもあと量もちょっと少ないので、そんな飲めない切なさはあるんですけど、ちょっとまずハイボールさんで、ちょっとマドラーがないんですけど、すいません。乾杯。お疲れ様です。うん、美味しいですねこれ。うん、ちょっと薄めですけど美味しいです。バニラアイスになんかこれをかけると美味しいという、でもあのコンビニであのバニミルクアイスにちょっとなってしまったんですけど、すいませんみたいな。なんか美味しそうだったので、このよりシンプルにミルクアイス、これローソンさんでちょっと買ってきちゃいましたね。こちらかけて食べたいと思います。なんかついてきたプラスチックのあのスプーンあったんですけど、なんか私なんか力結構強いで折ったらあれかなと思って、こうちょっとジャンボなあのあれ持ってきました、スプーン。ちょっとこちらの、うわ、バニラとミルクってでも同じ感じですよね、多分わかんないですけど、いただきます。まずこのミルクアイス、ちょっとそのままいただいてもいいですかね。うん、濃厚ですねこれ。乳化剤、安定剤、着色料、香料不使用って書いてますね。なんか不使用、これ無添加っていうことですよね多分。美味しいね。なんか濃厚ですよこれ。うん、濃厚です。なんかバター入ってそうで入ってないですね。なんかバターっぽい味もするんですけど、ちょっと原材料これ入ってなかったですね、ミルク。これにちょっと垂らすとって、これちょっとあのオシャンティーの入れ物とかなかったので、ちょっと直で行かせてもらいます。これすいません、直で。なんかなんかこうないんですよね、うち地味なあのお皿とかしかなくても、あのデザートサラっていうのなくて、ちょっともうこのままかけちゃいました。ここにカップごと、すいません、垂らしちゃいました。見えますかね、ちょっと垂れてるんですけど、ちょっといただきます。おおこれ比率間違うと、もうほぼこのジャック・ダニエルのロックが入ってきますね。うん、うわ、美味しいですね。うん、うん、もう最初にこれが来て、後からバニラアイスが、あ、美味しい。これ、まあ、バニラじゃなくてミルクなんですけど、うん、ちょっとなんかフロートっぽくやつとやってみたいんですけど、いいですかね。ちょっとあと残りちょっとで、ちょっとギリギリなんですけどちょっとね、あの張り切って飲みすぎましたね。ちょっとフロートっぽくもちょっとやってみたいので、これ乗せてやってみていいですかね。あのアイスのこうくり抜くやつとかあればよかったんですけど、これ炭酸シュワシュワなりそうで怖いですね。ちょっと炭酸がしわりそうで、すごい怖いんですけど。あ、しわってきましたね。ちょっとやばいです。ちょっとこれに、こうしたところにこれをかけて、ちょっと、やりたいんですけど、しわが怖いです。おお、あら、ちょっといい感じ。光に反射してあんま見えにくいかもしれない。
ジャック・ダニエル・フロートみたいな感じで、ちょっとこれ、どうやってやりましょうかな。下からいただきます。うん、垂れてる。美味しい。このアイスが美味しいですね。その相性抜群ですね。ちょっと飲みます。ああ、フルーツ、あ、これいいデザートです。これ3時に食べたかったですね。うん、美味しいですね。あれ普通にかけたとこのバニラも、ね、うん、すいません、はなんかおしゃれなの器とかに入れてなんかやりたかったんですけど、そういうのもなくて、ジャック・ダニエル・フロート美味しいです。美味です。うん、せっかくなのでちょっともう使い切りたいと思いますね。うん、よいしょ、ちょっと豆乳、おお、イエイ、長くなりました。ちゃんちゃらじーん。あ、でもちょっと悲しいですね、なくなってしまったの。ちょっとまた第2世 2代目2代目ジェイソールブラザーズをちょっとまた買ってきたい。でこのかけだとか、お酒とアイスを一緒に食べるっていうのマジ初体験ですね。これやばいですね。美味しい。でも合いますね、これもう大人のデザートって感じですね。あー美味しいです。こんな感じで、あちわち食べて教えてくださった方ありがとうございました。